三田演説館三田演説館は、慶応義塾大学三田キャンパスにある演説行動であり、図書館休館とともに、慶応義塾大学を象徴する建造物。東京都港区三田にある、日本の重要文化財指定建造物。1875年5月1日、慶応義塾の創立者である、福沢諭吉自らの資金によって、 日本最初の演説街道として建設された。建設当初は、旧図書館と塾館局の間にあったが、1924年に、現在の三田キャンパス南西の東海山に移築された。アメリカから取り寄せられた図面をもとに作られており、洋風でありながら外観は、木造瓦武器、生子壁といった、日本独特の手法が用いられている、義洋風建築である。 1915年、東京府指定史跡建造物に指定される。1967年、国の重要文化財に指定される。三田演説会、福沢先生、ウェイランド経済書講述記念日、講演、名誉博士号授与式などに使用される以外では通常、閉館されており、外部から眺めることしかできない。 学問の進め第12編の中で、演説とは、英語にて、スピーチと言い,い、大勢の人を介して、説を述べ、席上にて我を申し合う人につて振る方なり、この方の大切なるは論をしず、今世間にて議員などの説あれども、たとえ否員を開くも、第一に説を述べる方あらざれば、議員も、そのようをなさざるべし。と述べており、その重要性を説いている。 スピーチを演説、ディベートを討論と翻訳したのは、福沢であり、小泉新吉がスピーチの方法と重要性を説いた、英語冊子を福沢に示したところ、福沢がそれを認めその冊子を翻訳した時に生まれた、言葉である。出典は、熊ら重役の漢訳物典から、ありがとうございます。